クソガキの告白は2012年6月30日公開の日本映画。本作は2012年2月に夕張国際ファンタスティック映画祭にて初上映され、審査員特別賞をはじめ、マスコミ、工業関係者が選ぶシネガーアード、ベストアクター賞、観客のアンケートより選出される夕張ファンタランド対象人物部門の4冠を獲得した。監督、 脚本を務めたのは、これが劇場デビュー作となる鈴木大一。30歳を過ぎても映画監督を夢見る鈴木自身の境遇と経験を元に描いた半自伝的な物語である本作は、単なるダメ人間参加ではなく人の心をえぐり取った人間ドラマであり、彼の思いが画面いっぱいにギラギラとみなぎった、これぞデビュー作という熱い青春映画となっている。 映画監督を夢見る馬場大輔は、俺の世界観。と、格好をつけているくせに映画を撮ろうともせず、周囲のものに当たり散らしてばかり。二人暮らしの母親には、いい加減自分の食いぶちくらい自分で稼ぎなさい。三十過ぎてみっともないと呆れられている。そんな、どうしようもないクソガキ野郎が恋をした。やがてクソガキ野郎は、自分と世界を真剣に見つめ始める。 2013年12月3日発売。ありがとうございます。